発展途上国・低開発国における義足にまつわる現状は思ったよりもシビアです。例えば日本から一番近い途上国の一つであるフィリピンでは、栄養状態の悪さから糖尿病などの足の切断患者がとても多くて、またそのほとんどが義足を作ることができずにいます。これは途上国の障害者への強い偏見と相まって貧困を加速させる原因の一つになっています。義足は通常プラスチックや金属などのさまざまな材料を一人一人の体に合わせて加工して作るハンドメイドの製品です。フィリピンでは最も安いものでも2万円ほど。これは現地の人にとっては手が出ないような値段です。また義足を作るためには多くの機械を揃えて使いこなすことが必要で、途上国ではこれは簡単ではありません。私たちはたくさんの人が手に取れるような安価な義足を作りたいと思いました。そしてそれを使う人が自信を取り戻せるような美しい、そんな義足を作りたいと思いました。患者さんの切断していない方の足を 3D スキャニングして、それをもとに 3D プリンターで作る義足を開発しています。これは患者さんの体にぴったりフィットして快適で、また自分の足のような美しい義足を作ることも可能になります。この義足を実現するために私たちが開発しているものは大きくは3つあります。1つ目は義足の構成。これは体に触れる部分や関節部分に柔軟性のある柔らかい材料を組み合わせた新しい 3D プリンター義足の構成です。2つ目は 3D プリンター。通常の 3D プリンターでは出力が難しい柔らかい材料を出力するためのもので、コスト性、メンテナンス性を向上させるために途上国で調達できる部品を使って義足用の 3D プリンターを設計しています。そして3つ目としてソフトウェア。医療関係者や技師・装具士さんが最小限の知識で義足のデータを作ることができる義足用の 3D モデリングソフトウェアです。私たちはこのプロジェクトをまずは日本から近くでファブラボのあるフィリピンやインドなどの 1、2 カ国程度で製品化をスタートさせて、最終的には全世界の途上国とルーラルエリアに広げていきます。